ここでじっとしていても時間の無駄だわ。どこから回りましょうか。そうだ、めぐるくんはどこがいい？え、僕？そうだな、最大級か、すごいな。ここ結構広いから、どういう風に回るかしっかり計画を立てた方が良くないかな。右回りに行くとか、人気のあるアトラクションから行くとかさ。その方が効率的だわ。で、何が人気アトラクションなの？さあ。何よ、何も下調べしてこなかったの？そんなこと言われても。調べしてなくても大体見当はつくでしょ。絶叫系は大抵混んでるんじゃないかしら。それじゃあ第一目標はジェットコースターってことでいいんじゃない？そうね、それがいいわ。そうしましょう。え？ちょっと待ってくれないかな。何よ、私の決定に何か文句でもあるの？いや、文句とかじゃないんだ。実は僕、あまりそういうのは得意じゃなくてさ。もしかして怖いの？いや、怖いってわけじゃないんだけど。桃井くんはジェットコースターの楽しみ方を分かっていないだけかもね。来て、私がコースターの楽しみ方をレクチャーしてあげるわ。具合悪い。もうだらしないわね。あれだけ繰り返し塗り続けて平気な顔してる、そっちの方がよっぽど変だよ。あの3回転ひねりはなかなかのものだったわね。次はスプラッシュコースターで、その次は。めぐるくん、その携帯であの辺りの写真を撮っておいてくれない？ウォーターアイランドのメインビジュアルって感じでお願いね。あの辺りって？後で新聞を作るときに使うかもしれないし。立花さんのインスタントカメラは？さっき使い切っちゃった。
遅いじゃん、みやび。待ちくたびれちゃったよ。誰この人。さあったく、お前来るのが遅すぎるんだよ。めぐるくん、知り合い？多分人違いだと思うんですけど。え、違うの？おい、ヤマト！ごめん。悪い。11時集合だったのにメンバーの一人がまだ来なくってさ、合流できなかった場合、毎時間ちょうどにこの時計の下で待つってことになってたんだけど。うちらチャットのメンバーで今日は初のオフ会なの。だからメンバーの顔を知らなくてさ。オフ会？チャット？これって何？僕もやったことはないんだけど、パソコンで知らない相手と文字で会話する遊びのことかな。まあ、だいたい合ってるわ。メール交換や掲示板と違ってリアルタイムで大人数と会話ができるの。ああ、あれのことね。そうよ、チャットよ。うん、チャット。でも、なんで僕がそのまだ来てないメンバーだと思ったの？初めて会ったんなら顔は知らないはずだよね。いいところに気がついたわね。私もそれが気になっていたのよ。彼が持っているストラップだよ。え？これ？うん、そう。携帯まで一緒なんだよ。こんな偶然もあるんだね。この携帯とストラップが待ち合わせの目印なの。私はヤマトだから Y、 彼はシルバーだから S。 それで僕の M を見てそのみやびさんと間違えたのか。そうだ、他のメンバーもついでだから紹介するよ。私の名前はカイって言います。はじめまして。みやびじゃなかったんですね。すみませんでした。あ、はじめまして。僕はめぐるで、こっちの二人は。はじめまして、カイさん。私は立花美也子。私は桜田忍。よろしくね。
名じゃないのよね。カイはハンドルネームです。でも長く使っているとこっちが本当の名前のような気がしてしまいますね。ハンドルネーム？名前のことだよ、多分。ハンドルネームというのはインターネット上で使用する偽名のことよ。ネット上ではプライバシーの問題もあって本名を使う人はまずいないわ。ああ、あれね、ニックネームみたいなものでしょ。ちょっと待って、それじゃああなたたちお互いの本名は知らないってわけ？そうだけど、別に知らなくても困らないしなあ。ええ、そうね。カイ、ちょっとこっち来て。メンバーはあともう一人いるんだけど。わ、なんだよザップ、ずっとそこにいたのか。はい。あんたやのうて、後ろのその。私？ああ、やっぱりその声はスミレちゃんやないですか。スミレちゃん？こんなところで会えるなんて夢みたいや。僕毎週番組見てます、ビデオも撮ってます。なんなのよこの人。立花さん、僕こんなこともあるかと思って色紙持ってきてるんですよ。サイン書いてください。助けなさいよ。そんなこと言われても。おいおい、やめとけザップ。でうるさい、僕のスミレちゃんへの愛は止まらへんねや。何年ファンやってると思ってんねん。私はスミレなんて名前じゃなーい。うわっ、スミレちゃんに蹴られるなら本望や。ちょっと立花さん、何もそこまでしなくても。おーい、ザップ大丈夫か。それにしてもスミレちゃんって何かしら。スミレちゃんを知らんのか。今人気絶好調の特撮アイドルやで。特撮アイドル？なんや、あんたスミレちゃんとちゃうかったんか。そないにそっくりやからてっきり本人やと。ふん、宮子さんにそっくりの特撮アイドルね。興味あるわ。うん、確かに。なんや、あんたらスミネちゃんに興味あるんか。ほら、この子なんやけど。ビューティー仮面？
この人橘さんにそっくり。あら、ほんと、よく似ているわね。似てると思うけどな。で、この人がスミレちゃんっていうの？アホか！ちょうまい！え？そっちはユウコちゃんや。スミレちゃんはこっち。元祖ビューティー仮面はスミレちゃんなんや。でも怪我で番組に出られんようになって、今はこっちのユウコちゃんがやってんねん。そうなんだ。でもさ、俺も昔こういうの好きだったんだよな。なんや、シルバーもこっちおめに興味あんのかいな。いや、興味あるっていうか、子供の頃こういう特撮系ってよく見てたなーって。なーんも言わんで、お前には素質がある。これ、取っとき。え、いいよ、だってこれ大切なものなんだろ。やって、まだたくさん持っとるし、これは不況用でリュックの中にもまだまだ入っとんねん。家にも鑑賞用と保管用があるしな。一体何枚持ってんだよお前。しかしこっちとこっちが別人だって言われても、こんな派手な仮面つけてたら分かんないよな。なんやと？お前違いの分かる男に並んでどないすんねん。これは特撮だけの問題とちゃうで。そもそもな、みやびもいないことだし、またなんか乗りに行こうよ。そうだな、騒がせてごめんな。ほらザップ、行くぞ。いやいや、僕はスミレちゃんと一緒に降りたいんや。もう、私の名前はミヤコ。ええー、わー、その声、ミヤコちゃんって言うんやね。その名前もグッドやで。なんだか気に入られてしまったみたいね。そうだ、これも何かの縁ってことで一緒に回らない？でもヤマト、私たちまだやることが。もう準備は終わったし、やることなんてないじゃん。そうだよな。うん、そうだね。いや、絶対に嫌。それなら、あなた一人で行くといいわ。ちょっとめぐるくん、あなたはどうなのよ。せっかくだし、大勢で回った方が楽しいんじゃないかな。ええ、私もそう思うわ。
しょうがないよ立花さん、諦めよ。これで一緒におられるな、すみれちゃん。これ以上すみれちゃんって呼んだらもうあなたとは会話しないわよ。でも凄んだ顔もめっちゃキュートやな。こら、いい加減にしろ。あー、何すんねんシルバー。子供じゃないんだから。じゃあ私たちも行きましょうか。ほら行こう立花さん。もう分かったわよ。気持ち悪い。そのセリフ、今日何回聞いたかしら。だって…大丈夫かい？次はハイスピンコースターよ。ねえ、めぐるくん聞いてるの？ちょっとやめてよ立花さん。そんなに揺さぶられたら、うん、みやこさん、やめなさいよ。桃井くん、困ってるじゃない。のぶ、ハイスピンコースターはもう乗ったでしょ。次はイリュージョンマウンテンよ。え？取材のためには何度も乗ることが必要なのよ。一回乗っただけじゃいい記事は書けないわ。バカね。取材だからこそいろいろな乗り物に乗るんでしょ。何よ、マスコミュニケーションが何たるかも分かってないくせに。あら、今日は誰のおかげでここに来れたのか忘れたわけじゃないでしょうね。私は直人さんに券をもらったんだから関係ないわよ。どうした？ああ、そうだ、そうだよ。どうかしたの？これこれ、これ見てよ。ウォーターアイランドフォトコンテスト？そうなの、私たちが持ってる携帯とウォーターアイランドのタイアップ企画なんだって。園内で撮ったベストショットをメールで送るのさ。優秀作品にはなんと賞金10万円。10万円。私たち5人で写真を撮ってコンテストに送ろうって決めてたの。すっかり忘れてたわ。ま、他にやることがいろいろあったからな。今から1時間は撮影タイムってことにしようよ。それで新聞部のめぐるくんに4人のうち誰の写真が一番いいか見てもらわない？いいね。そこで選ばれた写真が10万円に一番近い写真ってことになるんだな。
このからくり時計の下で待ち合わせね。ええ ちょっと。あれ彼女たちどこに行くの？なんか携帯フォトコンテストに応募する写真を撮りに行くって言ってたよ。また1時間後にここへ集合だってさ。え、携帯フォトコンテスト？僕が持ってる携帯とウォーターアイランドのタイアップ企画らしいよ。優秀作品には10万円がもらえるんだってさ。え、本当に？じゃあ目黒くんも応募しなさいよ。え、僕が？で、賞金はみんなで山分けね。そんな無理だよ、僕写真なんて自信ないし。それに最近この携帯に変えたばかりだから、まだ数えるくらいしか写真機能を使ったことないよ。じゃあ私が撮るから貸して。え？お取り込み中のところ悪いんだけど、それ事前登録が必要みたいよ。ガーン。それじゃあ諦めるしかないよね。もうどうしてこういう重要なことを事前に調べておかなかったのよ。そんなこと言われても。1時間後に待ち合わせ、結構時間があるわね。私たちもどこかへ行きましょうよ。それもそうね。じゃあここはめぐるくんの意見で決めよっか。え？また僕が？僕お土産が見たいんだけど。私も気になっているお店があるし。本当？実は私もなのよね。まゆみ先生にお土産を買おうと思うんだけど、何がいいかな？やっぱりお土産といったらこれよ。ちょっと待ちなさい。そんなカロリーの高いもの、もしかしたら先生ダイエットしているかもしれないじゃない。なんかまずそうじゃない？それちょっと橘さん、お店の前だよ。にしましょうよ。めぐるくん、どっちがいいと思う？ここはハーブティーの方が無難かも。もしかしたらまゆみ先生本当にダイエットしてるかもしれないしさ。しましょう。絶対クッキーの方がいいって。じゃあ自分のお土産にすれば。600円だから1人200円ね。ちゃんとレシートもらってくるわ。
花さん？何よ。なんでもない。